はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今日のね、猫ご飯作ります。で、今日は何かっていうと、魚のね、これ、以前ね、鮭の鎌を食べたんで、その余ったところですね、皮とか、骨とか、はい、これ入れます。それと、これはね、冷蔵庫の中で行方不明になった肉です。これも出てきましたんでね。はい。多分ね、ばあちゃんが何か作ろうと思って買ったんだと思うんだよね。それを忘れてて、冷蔵庫の中で行方不明になっちゃったと。これもね、ちょっと食べるの勇気がいるんで。で、猫って食べるの下手くそなんだよね。ちっちゃくしてやんないと食べられないんでね。塊でやると食べられないんで、ハサミでこういうふうに小さく切ってね。よっこしょ。これは鶏肉かな？鶏肉だね。よいしょ。結構ね、まあ、これご覧の方もね、やっちゃうことあると思うんですが、冷蔵庫ね、奥の方に入っちゃっててね、賞味期限 切れてたなんてあると思うんですけどね。これもそうです。ね。たけし農場が生まれた昭和30年の頃だったらね、絶対こんなことありえないんだけどね、肉なんか食べられないから、年に何回しか食べられなかったからね、こんなこと絶対ありえないんですが、今はね、もうちょっと、まあお金さえあれば、肉も食べられますしね、まあ、これはね、本当に一般の人が食べるような安い肉なんですけど、ちょっと鶏肉をね、今、ハサミでちっちゃく切って。で、ちょうどね、これ餌の器持ってくるのと入れ違いにね、猫が来てね、ちょっとお預けしてます。よいしょ。よっこいしょ。包丁で切った方が良かったかな。あとこれが林さんちの豚というね、ちょっと手がぐちゃぐちゃになっちゃった。よっこいしょ。よいしょと。これは豚肉ですね。最近ね、うちの猫食べるのよ。4キロ入りかな。4キロか5キロ入ってるね。大きい袋を2週間ぐらいで食べちゃうんじゃないかな。だから、もう、そろそろね、買いに行かないといけないんで、明日、ちょっと群馬県出かけるんで、明日の帰りでも買ってこよっか。ペットフードのコーナーでね。これは、コマかな？バラかな？なんだろう。これは豚肉ですね。よっこいしょ。結構ね、最近食べるんですよ、うちの猫。本当に。まあな、いくら食べ放題ただって言ってもな、ちょっと遠慮しろよって言ってんだけど、猫にはわかんねえだろうな。よっこいしょ。よいしょ。こんなにいっぱいね、一度に切ってもしょうがないんだけど。冷蔵庫を入れとくとね、また行方不明になっちゃうんで。まあ、とりあえず。よっこいしょ。いや、もう、大きくバサバサっと切っちゃって。多分、このままだとちょっと無理なんだよね。よっこいしょ。これがね、3月20日ですね、賞味期限ね。さっきの鶏肉はもっと古かったんじゃないかな。もういつだか分かんないと。さすがにね、ちょっと食べるのは勇気がいるよね。よっこいしょ。もうちょい、あと少し。ね、もったいながって、食べてね、お腹でも壊して、夜中に病院騒ぎになってね、バカみたいですからね。まあその辺はね、猫のが危機管理できてるんで、 うちの猫はまあそういうものは食べてお腹痛くなるなんてのはないと思うんでね。はい、こんな感じでね、今日は肉大盛りですね。
これ多分2日ぐらいで食べちゃうんじゃないかな、うちの猫だとね。2日ぐらいで食べきっちゃう量です。ただ出しっぱなしにするとね、他の動物が来て食べちゃうんで、まあ餌を出して、まあ竹志農場のねベランダの前に、まあ、餌場のところへね出して、まあ30分くらい置いて、食べ終わった頃また引き上げっていうかね、戻しに行くというパターンでやっております。はい、そういうことでね、はい、猫の餌、肉大盛りですね。これで何グラムぐらいあるだろう、300か400ぐらいあるんじゃないかな。結構多いよね。はい、そういうわけで猫の餌が作り終わりました。はい、お付き合いありがとうございました。